ということは、これ多分ね、リミッターね、180じゃないですね。もっとはいきますね。多分ですけど、あ、250超え、あれ ?250 以上でもいく、260で、まであるってことは、リミッター260ってことだよ、かな?あ、出力キロワットからこれ馬力に変えれるわ。あ、馬力の方がいい。これ BM と一緒ですから、本来二反射で言うと、ワイパーがあるとこね。こっち、これ実はウィンカーです。ウィンカーレバーの先端ね、BC って書いてあるボタンがありますよね。これ BC。これね、ちなみに押したり引いたりすると、ハイビームになったり、ロービームに戻ったりします。これね。この BC っていうのを押すと、ボードコンピューターのね、選択ができるんですね。いきますよ。押しますよ。このボタンね。何回も押すと変わるっていうことですね。これがデフォルト。で、ポチッとな。トリップメーターが出ましたね。780キロ。で、もう一回ポチッとな。あとどのくらい走るかっていうやつですよね。ポチッとな。平均燃費ですね。これすごいよね。45とか書いてあるところもあるもんね。そこまで行くのかな?どうやって走ったら45とか行くんだろう?行かせることができるのかな?一回チャレンジしてみたいですね。ポチッとな。で、これが平均速度と平均燃費ですね。ポチッとな。ね、戻りましたということね。上にね、今の現在時刻と外気温が上に出てます。メーター一番右下と水温ですね。温度がわかんないです。温度わかんない。適正か低いかぐらいですね。左の方がガソリンの残量です。上からね、一目盛りなくなった程度です。ここね、メニューを押して、メニューね、メニューを押して、こういう状況になりますから、こうやって撮ったらいいかな。メニューを押して、こういう状況になって、で、車両設定まで持ってきます。で、ポチッとなって押す。ドライブ情報。さっきのね、ドライブ情報ここだね。ボードコンピューター。ドライブボードコンピューターっていうのやってみようか。これですね。なんかリセット?連続走行時間が出ますね。今私が納車されてから17時間05の走りましたと。で、それは780キロですということがここでわかるんですよね。平均燃費と平均、やっぱり 47.1 っていうのは平均速度でしたね。トラベルボードコンピューターでしょ?はこれなんだ。で、ボードコンピューターっていうのはどうなるんだ?あ!あれ?距離が若干違うよね。689、燃費、平均速度。ポーツ表示をすると、これが出てきましたね。これ1個しかないな。ドライブ情報でしょ。車両ステータスで、タイヤのね、空気圧警報有効、圧力値は気温に応じて変化しますね。音痛 OK。 これね、私びっくりしましたけども、東京までの行きの時にはすごく小刻みなピッチングを起こしてたんです。すごく小刻みなピッチングを起こしました。シートのヘッドレストね、頭の後ろのところがね、すごくね、もうリズミカルにね、コツ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 って感じでね、私の頭をこう、なんていうんですか、ぶつけてくるんですよね。鬱陶しかったですね。でもね、ある程度走ってたら急にね、このナビの画面、新しいタイヤタイプが自動的に識別されました、新しいタイヤの設定値を更新しましたっていう表示が出てね、それ以来乗り心地が良くなったんですよ。車の方が学習して何かをね、変えてくれたんだと思います。それ以降ね、っていう振動がなくなったんですよね。あれ何なんだろう。ちょっとね、ディーラーさんに行こうかなと思います。タイヤね。で、オイル。エンジンオイルレベル。エンジンオイルレベルを今測定してくれます。設定は一定時間走行後、エンジン作動中のみ可能です。正確に測定するためには必ず平地に停車してください。ギアは N または P に入れたまま、アクセルは踏まないでください。開始していいのかな?エンジンオイルレベルの測定中。ああ、進行してますね。こんな時間かかったかな?オイルはね、いくつ落ちたかな ?3000 キロって言ったかな ?5000 キロがあったかなぐらいで変えてくださいって言われましたけど、BM
昔買った時はね、もうオイル交換の必要ありませんって一番最初言われました。もうオイルは減りますので、オイルが減ってたら補充してくださいと言われました昔ね。今ねまたね規定が変わってて、何キロ以上走ったらオイル変えてくださいって言いますけど、日本車に比べオイル交換のスパンは圧倒的に長いですね、ドイツの車って。あ、BM だけなのかな。環境問題らしいですね、廃油をねあんまり出すなというご指示のもと、そういう、ものに変わってきてるというのを聞いたことがあります。エンジンオイルレベル正常ね、示してると思います。まあ、見ればわかるよね。で次、車両メッセージ、チェック異常なし、異常なし、点検実施実機、エンジンオイルはやりました、車両チェック残り6万キロ？ん？ 6 万キロでいいの？ 6 万キロは走ります。次回の目視点検は遅くとも規定の走行距離または規定の期間までに実施してください。へー。でブレーキ液2年後の8月次の交換は遅くとも一定の期間までに実施してください。2年後にね、ブレーキの液を変えてくださいっていうことだそうです。うん、これ BM ですからね、あのブレーキパッドも減るけど、あのローター自体も減りますからね、ローターも交換するとまあまあな金額ですよね。次回の車検は遅くとも一定の、まあここでね、この日までに車検を受けてくださいということですね。で次はリモートメンテナンスレポート、未実行自動メンテナンスコールはまだ起動していません、バッテリーガード、バッテリー問題の検出なし、システム設定、車両設定か、ああ車両設定ありますね、エクステリアライト、ターンシグラの3回っていうのは、まあ、これは、あれですね。方向指示器をね、1回カチャって押すと3回パッパッパッと、点滅しますと。で、これ面白いね。右側、左側通行っていうことは、ライトのね、後軸の、右寄り、左寄りっていうのを、もうここで、これで直せちゃうんですね。だから右ハンドルの車と左ハンドルの車をね、ここで、修正できてしまう。そうです。でコンフォートはウェルカムライト、ライト、キーね、キー連動、ね、ウェルカムライトを押すとヘッドライトがある一定時間つきます。で自分の車がどこにあるかを、探すことができます。ドアハンドル照明、ドアハンドルに、ああね、A が書いてありますけど、ドアハンドルの照明もつきます。ホームライトね、あ、ここまでつくのね。ウェルカムライトは、デイライトの部分、要はポジションランプか、までしかつかないけど、ホームライトっていうのはもう光っちゃうってことね、ヘッドライトが。20秒間ね。ドアキー。キーボタンの設定。すべてのドア、2つしかないけどね。で、コンフォートエントリーってなんだ？ドア、ロック解除ボタンを2回押すとドア開放時にウィンドウが開きます。暑いからか、車が暑くなっちゃうからか。あ、オンにしてみようオンにしといてみよう。でテールゲートね、テールゲートは、テールゲートおよびドア、テールゲートのボタンを押すとテールゲートだけ施錠が解除されるか、もしくはドアも一緒に施錠解除するかっていうのを、ここで選択できるんですね。あ、面白い。へえ。オートサイロックオンね。で、車速間のオートロックね。で、走行終了後にロック解除。走行終了後にロック解除。止まればロック解除しますと。ドア、開示に車両電源のオフ。あ、ドアを開いたら車両電源オフしてくれると。ロック解除の確認点滅。ドアロック時にミラーを閉じるね。なるほど。これね、トヨタ、正面衝突警告ね、早めに。車線逸脱警報、標準。これね、また動画出します。すっごい勢いでね、ハンドル戻されるんですね。これ早めに。これを、弱にしとこうかな。
結構来ますよ。早めにすればいいのかな。あ、でも面白いからもう一回標準にしとこう。これね、動画出します。面白い。すごい勢いでね、急ハンドル切りますよ。びっくりするぐらい。で、ブラインドスポットモニター、中間ね、早め、遅め、オフ。これ、ね、ブラインドスポットモニターってあれですよね。バックミラーにつくやつですね。これも動画出します。で、スターリングの振動。ステアリング振動による警告の強さを、ああ、そっか、これで強いになってるんだな。注意にしといてみよう。で、速度警告。これ今オフですもんね。あ、6キロから、何キロまで行くんだろう。何キロまで行くんだろう。お、そろそろ100行くぞ。100超えました。次は180だな。次の砲台は180超えた。180超えましたね。速度警告ということは、これ多分ね、リミッターね、180じゃないですね。もっと行きますね。多分ですけど。あ、250超え、あれ ?250 以上でも行く。260で、まであるってことは、リミッター260ってことだよ、かな?これね、一回サーキットかなんか持ってってね、走ってみないと、ここは、正直わかりません。けど、広告がね、速度警告が260キロまで設定できるっていうことは、多分そこまでスピード出るっていうことだと思います。注意喚起アシスタント。ああ、注意力低下や疲労を認識すると、休息を促すメッセージとともに休息できる、最寄りの、施設を表示します。これ出ましたね。これ、高速走ってる時出ました。東京行った時にね。パーキング。クリアランスソナー自動起動ね。で、緊急ブレーキ。クロストラフィックアラート。クリアランスソナー自動、クリアランスソナーはね、自動で出ますよっていうのね。で、これもクリアランスソナーの緊急ブレーキ。クリアランスソナーの緊急。交代時の特定の駐車状況における急ブレーキ自動操作、なんていうのかな、システムに頼らないでください。周囲を確認してください。全部がね、あ、こうやって見るんだ。ああ、なるほどね。システムだけに頼らないでくださいってことね。でも、緊急ブレーキを入れてます。アラートね、アラートも、交代時に左右から近づいてくる車両を検知した場合に、画面表示とともに警告しますっていうのはね、オンになってます。スポーツインディビデュアル。これはね、これ、スタンダードに戻します。これね、変えれる。だから、例えばダンパーをスポーツにするか、ノーマルにするか。ステアリングをスポーツにするか、ノーマル。エンジンをスポーツにするか、ノーマルにするか。シフトパターンをね、スポーツにするか、ノーマルにするか。これは、ここのね、スポーツボタン。これを押した時にどう反応するかっていうのを、ここで選択できるわけですね。一個一個。これね、BM のね、Z4 をね、もっとたくさん、それぞれの項目が3つずつじゃなかったかな?もっとあったかな?試乗させてもらった時に、スープラはね、それぞれの項目で2つしか選択しなかったんですけど、ノーマルソフトとハード、最低でも3つね、3つずつ。でもっとあったかもしれないの。すごく設定ができて、で、変えるとね、ほんと、乗り味がすごくガラッと変わりましたよね。なんか柔らかい車からね、硬派なね、スポーツカーまでね、変わってました。エアコンは上半身の温度設定。パーキングベンチレーションか。温度設定ね。だから、これは、足元に、たくさん空気、足元の温度をね、高くするか、まあ、
頭を冷やすかってことね。それを、ここで設定できるみたいです。こうやってね、温度が上がる、上がりやすい、上半身は冷めたままね。オートエアコンで温度設定しますよね。その時に頭はねぼーっとしちゃうと眠気が出ちゃうので、これでねちょっと頭は、冷やした形にできますということですね。でパーキングベンチレーションはこれね、駐車させる時にね、何をさせるんだ、即起動、あ、即起動はできないんだ。で、1回限りの出発時刻、シングルタイマーが有効な場合、他のすべてのタイマーは無効になります。時間をここで設定しといて、だから毎日ね同じ時間に出勤しますとかね、なった時にはその出勤前に、あれですよ、ベンチレーション自動でするように設定してくれるんですよ。で、またはね会社から帰る時にね、時間決まってるじゃないですか、それに合わせてあらかじめ、そういうことができますよっていう設定みたいですね。なるほど。車両位置測定は、車両位置はオンラインで特定できます、車両位置測定。GPS 使って今の位置、これスマホ用のね専用アプリがあって、まあ普通の車もね最近の車ついてるみたいです。スマホで自分の車の位置をね、検出します。だから駐車場であれ俺車どこ止めちゃったかなみたいなねことがこれでわかるようになりますってやつね。システム設定、これやったかな。携帯機器、ああ携帯ね、iPhone をつなげてます。もうつなげちゃいました。つなげるとこやればよかったね。で言語は日本語ですね。でタッチパッド、手書き入力、地図、フィードバックともに、チェックを入れてます。ディスプレイ、ヘッドアップディスプレイはここでヘッドアップディスプレイの、明るさ、高さ、あとエンターテインメント、電話とかね、やるか、距離情報やるかっていうのをここで、車両メッセージを出すかね。ほう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 。ナビゲーション出すか。ここで選択できるんですね。エンターテインメントはこのラジオの選曲とかテレビの選曲の情報をここでコントロール、ここに表示させます。で、距離の情報をね、ここで表示させます。車両メッセージね、オイルがもうないよとかね、ガソリンないよみたいなのね、出します。ナビゲーション情報ね、矢印と継続距離ね、どっか行ったらあと何キロとか言って、ここに出しますということですね。なるほど。このローテーションってなんだろう？なんだろう？高さ、あ、場所がねこうやってやるとガラスに表示されるね高さがね変わるんだそうです。真ん中でいい、特に困らないから真ん中でいい。明るさもね全然いいです。なるほど。コントロールディスプレイ、ああカーナビのね明るさを調整できます。でメーターパネルね、オンボードコンピューター、マイルトリップ、走航続可能距離、燃費表示、平均速度と平均、あ、やっぱり平均速度ね、平均速度と平均燃費が出ます。マイルトリップやってね、あれ、これリセットをここでするんじゃないんだ。表示させるかどうかの選択なんだ。で日付と時刻ね。はい、日付と時刻。単位。あ、出力キロワットからこれ馬力に変えれるわ。あ、馬力の方がいい。なるほど。よかった。
これね、日本だけじゃないからね。例えば温度なんて摂氏から華氏に変えれますよね。華氏にしたら分かんへんかなって感じですよね。で、圧力もキロパスカルから、バーなんとかバーレル PSI って僕も知らない。で、トルクもキログラムメーターとかね、フィートトン LB なんだったかなね。なるほど。なるほど。馬力の方がいいや。サウンドがね、これね、たくさんね、スピーカーついてるくせにね、そう、わかんないんですよ。イコライザー？そう、低音だけ上げました。もうちょっと、これを、ちょっと上げとこうか。せっかくね、大きなね、スピーカーが背中についてるのね。で、バランスでね、左右のバランスと、前後のバランスと、サラウンドはね、消えてるか、ついてるか。で、音量設定。ああ、ナビゲーションとかの音量をそれぞれ、変えれるんだ。 ASL ってなんだろう。クリアランスソナー、確認音、電話、スピーカー、なるほど。リセット、フィードバック音ね。なるほど。ちょっとね、通知ちょっと見にくいかな。警告ウィンドウ、スポーツモードスイッチ、セットアップウィザード、なんかのセットアップができる。もうセットアップしちゃったからね、いじらんとこ。メインメニュー、ああこれやりましたね。ボードコンピューター簡易表示、ボードコンピューターの燃費、速度、ルート区間に関する情報。まあ簡易表示でいいかな、わかんない。これ天気でしょ。ニュースとか天気とかを表示するようになりますということね。ボードメインコンテンツ、ドライバープロフィールはね、設定しました。車両ステータス、これもさっきのあれだよね。はい、こんなところかな。で、あとはショートカットキーがあるぐらいですね。ああ、コントロールディスプレイオフにしてみます。これね、これ選択ね、オフ、消えました。で、消えたやつを再度もう一回押すと出ますね。で、バックは戻るでしょ。で、マップ、ナビを呼び出すマップね。ナビ呼び出しましたね。ナビ、あ、マップでやるとナビ全体が出て、これを押すと今度ね、検索のね、
ところが出ます。なるほど、なるほど。でメニューでしょ、メニューが最初のこの画面になりますね。あ、ちょっと気になったのがね、通知が来てますね。通知が1個、新しいタイヤタイプが自動的に認識別されました。あ、これだこれだこれ、新しいタイヤの設定値を更新しました。そう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 、高速走ってたらこれになったんですよ、これね。ああ、でこういうことをやりましたっていうメッセージが残ってたわけですね。なるほど。でこのね、アップルカープレイがね、いまいちね、いまいちね、私には使い方が分かんない。もうこれ読んでちょっと勉強しますね。あれ起動しない。ナビとかいろいろと出たはずなのに。こっちしか出ないの？あ、あれ？戻った。あれ？メディア。なんか勝手に変わったような、ちょっとバグ？これね、うまく操作ある。あ、アップルカープレイの電話。自宅連絡先。あ、これで多分ね、登録すると多分ね、帰るときにね、自宅でできます。BM はね、ここね、プログラマブルボタンだったかな、名前ちょっと忘れしちゃってるかもしれません。これね、1とかね、2とかにね、ショートカットを割り当てることができるんです。だからね、例えば1に、例えば、自宅に電話するとかね、これポッと押すと電話がかかります。例えば、じゃあ2は、カーナビの自宅へ行くをここに設定すると、2を押せば、もうカーナビがね、全国どこにいても、家の自宅への帰り道をカーナビで、表示してくれるってね。やりたいことを、このね、車の中でできることで、やりたいことを、のショートカットキーとして使えます。BM と一緒ならね。多分そうだと思います。で、ボリュームは、これが、スピーカーのボリュームですよね。で、これモードだから、モード？ああ、これ押すとこれ変わるんだ。102キロ巡航で、ドライブ発足。エンジン回転数は1800ぐらいかな。馬力が12キロワット、トルクが83ニュートンメーター。瞬間燃費がリッター 11.5 キロ。あんまり伸びないね。13とか行くかなと思ってたんで。レイドライザーを使ったのか。レイドライザー、一体何を知ってる。やっぱりどこかにお前の仲間がいるんだな。お前の背後、
トアップディスプレイ、音楽も出ます。音楽を切り替えてきます。講師のレイナです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今回のご依頼なんですが、次の日曜日に開催のイベント、ダンスダンス高津2020についてということなんですが、まずはこちらのイベントについて教えてください。はい、ダンスダンス高津2020は、まあ、高津区にお住まいの方や、高津区を中心に活動されている方など、まあ、高津区にゆかりのダンスグループがジャンルや世代、障害のあるなしを超えて、まあ、水の